山中鹿之助、雪森、アマゴ三傑の一人、優れた武勇の持ち主で山陰の麒麟寺の異名を取る。アマゴ十勇士の筆頭にして、アマゴ家再興のために、願わくば、我に七男八苦を与えたまえ。と三日月に祈った逸話で有名。ある日、初陣を終えた二人の若者が雪森にそれぞれ話しかけた。一人は敵に向かうと震えが生じて、しっかり敵を見ることもできず、討ち取った敵がどんな鎧であったかも覚えていませんと話した。別の一人は自分はそうではありません。敵がどんな鎧を着て、どんな馬に乗り、組み合った場所など鮮明に覚えています。と話した。二人が帰った後、雪森はそばの人に最初に話した若武者は、立派で勇敢な武士になるだろう。後に話した若武者は、甚だ心もとない。もしかしたら、他人の挙げた敵の首を拾い取って自分の手柄としたのではないだろうか。さもなくば、次の戦で撃たれてしまうだろうと語った。後日、その言葉の通りとなった。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。